I've never known a love so steady. Even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean, every low and every high. And I would have you anyway.前から体型は結構小太りあって、最近白髪もちょっと目立つようになってきて、安西先生化が進んでいる横山劇場支配人横山です。今日は、昔やってたスーパーファミコンのスラムダンクをやろうと思います。ちょうど小学生低学年ぐらいの時にスラムダンクのアニメが始まって、でそんな時に、買ってもらったゲームですね。このタプタプっていうのもすごい懐かしいですね。ストーリーが原作通り、はい、これ最初の1巻ですね。桜木が最初バスケット始めるところから話があります。残念ながらゴリのズボンの落ちるシーンはありませんでした。桜木が庶民シュートって言ってバカにしてたレイアップの練習もあります。桜木のデビュー戦の前日ですね。これは陵南戦の前です。これ名言ですね。リバウンドを制する者はゲームを制す。陵南戦で秘密兵器っていうことでスタメンで花道使えないのもこれ原作通りですね。はい、これ脳天ダンクですね。これスラムダンクの中でもだいぶ面白かったですね。このシーンでもあの花形のメガネがないのが僕はすごい、あ、分かってるなって思いましたね。で最後陵南に勝って終わりです。このゲーム途中から始めるときにパスワードっていうのがあるんですけど、それのパスワードが全部原作中に出てくるなんかワードであったり、なんかキャラの名前であったり、それもすごい面白いなって思いましたね。もしかしたら出るんちゃうかなと思って、あの赤木のダンクですね、ゴリラダンク打ってみたんですけど無理でしたね。試合がアニメを見ているみたい。でこれ実際、試合ですね。で実際動くのはあの小さい人形みたいなあれが全部選手で、シュートとかリバウンドとか取るときにたまにこの画面が切り替わって独特の操作があって、まあ今時のバスケットゲームとはちょっと違うなって思いますね。で今これ1対1やってるんですけど、1対1が結構ね難しいんですよね。これめっちゃ久しぶりにやったんですけど、もうすごいバスケットのゲーム進化してよかったなって思いますね。この池上のディフェンスのキレがやばいんですよね。昔のゲームってすごい連打多かった気するんですよね。これももうその典型的な例ですね。はい、これ速攻ですね。周り誰もいなくていきなりシュートまで持っていけるんですよ。ルカワの速攻がめちゃくちゃ強いんですよね。でもやりすぎたらあの右上のルカワの顔なんですけど、どんどんね疲れていくんですよね。でシュートも最初はしっかり入るんですけど、もう最後疲れてきたらもう外れるんですよね。
ほんまにこのゲームやばいと思うのがその試合時間なんですよね。前半後半各20分あるんですよ。でもしこれ試合負けたら前半後半20分の計40分、もう一回1からやり直しなんですよ。で当時全然クリアできなかったんで、で僕が編み出したのがこれイージーモードでしか無理なんですけど、もう最初にちょっと点入れて、であとはもう自分のコートでずっとボール持っておくっていう、これ作戦です。スラムダンクって皆さんそれぞれ名言とか好きなセリフとかあると思うんですけど、僕が一番好きなセリフは藤間が試合に出た時に牧が言ったプレイヤーとしてのやつはクールとは程遠いぜっていうセリフです。どうもありがとうございました。